メイ・ジェイ・セイコの涙にもらい泣き紅白秘話をライブで披露歌手のメイ・ジェイ26が4日埼玉県越谷市内で新アルバムメイ・ジェイタブル b s t オリジナルカバーズの発売記念イベントとして初の晴れ着ライブを行った初出場を果たした昨年末の NHK 紅白歌合戦で披露した 長さ6メートルの超ロングドレスからは一変、赤い梅模様の振袖で、正月気分を演出。本人の意向で用意された、ファミリー席の200人を含む、観客5000人の前で、レッド・イット・ゴーからありのままでからなど、6曲を歌い上げた。「アナと雪の女王」で彩られた紅白の晴れ舞台については、イディナ・メンゼルさんと神田沙也加さんのコラボがすごかったです。 私も聞いてて感動し、涙をこらえてたら、隣の松田聖子さんが泣いてたので、もらい泣きしましたと振り返った。元日は、午前3時半から歌番組に生出演して歌い始め、2日まで横浜市内の実家で過ごしたものの、両親が風邪でダウンして、おせち料理は一人っきりで食べたという。今月18日には、 初の日本武道館ライブを控えており、今から準備しているので、頭はライブモードです。今年は全国各地でたくさんライブをして、皆さんに歌を届けられたらと、新年の誓いを立てていた。